火山弾だ。まずい。 3x2x4 3x4x2yz6 の2乗 3x4。 今日ちょうどなんか月がストロベリームーンってやつ、これツイッターで噂になってたストロベリースカイ飛ばすよ。2002回見たから。なんかこのトロッコに乗っていくとこの地獄のマグマのとこまで行けるから、これに乗って溶岩にダイブして半生終わらせよ。半生行くよ。ちょっと今なんかはみ出そうになんなかった。この移動いる、これ、この移動、これトロッコいる。セグウェイみたいな使い方じゃん。ここ熱いでしょ。ここ熱いと思う人聞く前に踏む。熱くないけど熱い。よし、ここも熱い。これ覚えとこう。テストに10回出よう。テストに10回出ようって何。ここ進んでいけば、これ俺気になってた。これ多分俺ね、ハンマーでね、ハンマーじゃなくてもいけんじゃないかな。こういうことなんじゃないの。こういうことって言いたいんだけど、なんか飛び出ちゃってる。まあ、どうせならもうやっちゃおう。絶対これ合ってんだよ。絶対合ってる。なんか叩きつけるタイミングが、場所がなんかランダムすぎてどうでもよくなっちゃう。温泉湧いてんだけど。温泉の声聞く。わー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 、湧いてる。これ大丈夫なんだ。ちょっとドラゴンの息地を、いや違う、ドラゴンの汗を混ぜたこの温泉、入ると一回だけ死んでも生き返ることができる。無限三剣士。あ、潜れるんだ。潜れない。温泉で泳いじゃいけないけど泳ぐー。貸し切りだからね。写真撮りたいな。ここら辺で撮れるかな。あー、絶景。噴火しちゃってること以外はベストで、 B ボタンとスクショ同時押し。撮れてない。あ、できてない。できてんのかなこれ。地図を見ないとすぐ迷う。あ、オルディン橋だわこれで。あ、でもまたトロッコがあるぞ。え、台車ある。台車乗っていきたいな、どうせなら。全速前進だ。ちょっとテンション上がるねこれ。どんどん通過していくんだ。なんか今なかった敵か。いいね、あっという間。え、火山弾だ。まずい。 3x2x4 3x4x2yz6 の2乗 3x4。 よっしゃ、あぶねえ、あぶねえ。ペンは剣よりも強しって感じ。スマップ敵いるな。なんかあいつやられてるぞ。やっちまえ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 。あ、でもあのバリアがあるとマジで無敵なんだな。マスターソードの切れ味を確かめるときは来たようだな、このプロの職人。なに、なになに、右へ右へ、助けて。大丈夫そうだけどね。すん、これ弱っ。うんうん、弱くないこれ。うんうん、俺の掛け声に対して弱すぎない。うんうん、力が弱まってきた。おいおい、頼むぜこの野郎。当たらない。マスターソードが傷つき眠りについた。ちょっと待ってください。あ、回復するまで時間かかるんだ。眠れる、こいつ眠るの。人間か、人間か。眠る剣とかやばいな。いって、あ、この装備超痛え。死ぬー。待って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 、普通に死ぬんだけど、普通に死ぬ感じで受ける。あぶね、あぶね、あぶね。今日は中止だって。こいつなんかね、飛ばされる予定みたいなことを前回言ってたんだよな。せっかく取りに行ったのに、あの痛み止めが効かなかった頃。仕方ない頃ね、一旦帰る頃。ちょっと待って、神獣に乗り込みたい。話早いな今回。俺まだ神獣の気持ちじゃないんだけど。ダルケル様みたいなこと言ってる頃、中に入るなんて危ない。弱らせたら入れるかも。よし、やろう。カクカクシカジカ。ルーダニアのとこに行くにはオルジン橋をかけないといけない。
いつもは組長が大砲で橋を倒してくれる。俺に任せてくれ。でも手加減はしてほしい。オッケーオッケー。おお、これで一回殴っといた方がいいのか。ここ一回殴って、なんか大剣ばっかなんだよな。止まるかな、ぴったり。あ、ぴったり止まるわ。外しようがないな。自分ちょっと自分ちょっとこっち打ってみていいっすか。いけー。え、戻ってきた。お前自由自在だな、マジで。戻ってくるんだな。すごすぎない、その跳躍。その跳躍すごすぎない。君うちの組織に入らないか。すごい、怒らずに怒らずにもう一発飛んでくれた。あいつすげえな、マリオ64みたいに「うわー!」っつって戻ってきたぞ。やばい、ほんとこいつスーパーボールだな。つかさ、編集してて気づいたけど、こいつユンボってユンボのこと。あ、なんか建築というかさ、ブルトーザーみたいな。やればできるかな。ダルケルの守りすごい、すごーい、すごい。めっちゃ気絶ダメージ入ってるけど、これもさあ、俺はいけないんだ。俺も飛びてー、大丈夫。さあ早く橋を渡る。オッケーオッケーオッケー。あいつ結構来てない。弱らせる下りは、弱らせる下り、弱らせるくだり聞いてない。待って、勢いすごい勢い。あと4分しかない、耐火のポーションが。こっからどうすんの。無計画すぎ、無計画すぎて、すごい無計画って言えなくて。ウケる。あいつ来んの、猫バス、猫バス式。まさか止まってくれんのかな、ここの手前に、オルディン橋前に。開いちゃった。お、待って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 、ドローン、ドローン最新じゃん。何、2000何年、2020年くらいのクオリティな。自由時代じゃん。ええあ、これ見つかっちゃいけないんだ。 UFO 的な感じじゃないのか。見つかっちゃいけないんだな、警戒してるってことね。あわあわ、偵察機。あれに見つかるとデスマウンテンを噴火させんだ。火山弾を降らしちゃう。へえ、マジで迷惑かけたくないし、止まるか進むか僕の合図。あ、僕に合図を出すのか。口笛で、テレパシーで、ウィンクで。ウィンク、離れたら見えないからよ。おじゃあ選択肢に出すなよ。ウィンクでだからウィンク、離れたら見えないから。はいはい、オッケー、口笛ね。聞こえたら止まったり進んだりね。オンオフ、ちょっとお馬さんみたいであれだけど。え、俺馬だと思ってなかったのか、自分のこと。俺はずっとそう思ってたぞ。ひどい。熱々熱々、あ、さらなる熱気。今までの防具、食事だけではダメージを受けてしまう。何、ここにいればいい。めっちゃついてくるじゃん。俺も行くの、まあ、とりあえず防具も着て薬も食べてって感じだよね。早く来てね、早く来てね、早く来て。ちょうど、これ一緒に行っちゃってよくない。基本的にまだ一緒に行っていいわ。これ壊す、まあ一応ね、ただでは帰れん。次のは、うわ、ここ曲がったとこにあるな。あっつ、ここ岩が邪魔してる。これなんとかできない。なんとかなった。あの岩がさ、見つかったらダメとかなしだよね。え、つ、これどうする。あ、上だ、上がった上がった上がった。ちょっとコメント消すわ。ここはよかった、気づけた。上行って、
接手を下しちゃいけないんだな。へへへへ。はあ、すげえ効くじゃん。何それ。見つかってはいけないけど、こう暗殺的な感じをしていけばいいのかな。いた、地下、地下、コンビニかよ、コンビニか。おい、言わなくても。今回シビアだな。でもこんにちは。よし、奥行きかーん。よし、ちっけーな、迫力あるな。やっぱ近いと思えてるし、あと一発かな。気持ち、どこ行くの。うわ、さらに上に行った。でも河口だぞ、河口。落ちてくんじゃない、溶岩に。また当たった。痛くない、痛くないのに気絶っぽくなるんだな。行くよー、歯食いしばってー、顔面行ってみよう。笑った、さすがに笑った。ぶっ壊してくれ。死ぬんじゃないこれ、死ぬんじゃないこの勢い。なになになに、なんか冷たくなった、冷たくなった。死後硬直だ、死後硬直。まだ生きてんのか。終わってもいいんだぜ。どんどん行くじゃん。困る困る困る。人間に立ち入れないとこに行ってる。スパイキッズ、スパイキッズ的な。マグマダイバー。いや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 、あったかーい。どうなっちゃうの。どうしようもないじゃん。え、チャンスなのこれ。 I'll be back。 怖っ。何、本当に言ったよ、冗談だったのに、冗談だったのにみたいな顔したよね今。あれですげえな、真珠って溶岩でも溶けないんだな。丈夫。どうした、元気ないけど。多分俺のせい、計算によると俺のせい。ワープ地点としてこの場所を登録します。着替えてからワープしないと大変だね。ここ一瞬で解けるよ。久しいな相棒。そうだな、久しぶりだな。お前は必ずここに来る、俺はそう信じてたぜ。言ったもんね俺それ。ガノンに乗っ取られたこのルーダニアを奪い返しに来たんだよな。違うぜ、見に来ただけだぜ。ならまず内部の構造を示したマップを手に入れなきゃならねえ。見に来ただけだよ。どこ、結構なんか越えて越えた先みたいな、越えて越えたとこだ。それね、はい、あれがマップの情報が入った誘導石だ。かしこまり、あそこへ向かえ。はい、頼もしいな声が。何、閉まっちゃったよ。くら、くら、え、怖い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 。非常口どこ？非常口。え、この光を頼りに？松明どこっすか？とりあえず、ここの中では燃えない？あ、燃えないんだ。これ結構あっ、なんか、脱いでも大丈夫そうじゃない？ちょっと脱いでみるか。これとかいっちゃいます。あ、明るい。発揮された、かっこいい。かっこよすぎる。ちょ、かっこよすぎだこれ。これとか明るくない？全然明るくない。この中に松明入ってると見た。松明これ燃えるでしょ、これ燃えて。あ、あれ、俺いつ手に入れた松明。謎。やっと明るいじゃん。暗すぎる、怖い。
消えちゃった消えちゃった消えちゃったよ。松明なぜか最初から持ってたけど、これでなんか手がかりを探す。これ怪しくない？え、ずっとこのまま？嘘。この先に何かあるんだよ。この先なんだよ。でもシャッターが閉まって、あ、そういうことね。うわ、なんかいる。ちょっと待って、一旦置こうか。あいつも暗いな。どうせそんな強くないでしょ。強くなーい。余裕のよっちゃんタコって感じ。こっちでしょ。もうここでしょ正解。え、暗い。このゲームで初めてこんな暗い。しんどーい。暗い。マジで暗い。遮光カーテンが過ぎるよ。あれ鍵かな。取るの後でいい。この先にあるはず。あったー。電気つけて。部屋の電気のスイッチ遠すぎるでしょ。入り口の横につけとく。普通匠の粋な計らい。部屋の電気を部屋の一番奥につけました。なので危ない。この骸骨いいな。なめっぷすぎていいな。ペロプって感じ。いつも通りの感じだな。頭の方からお腰にかけてあるね。光ってて分かりやすい。これ本当なら真っ暗だよ。よし、真珠のマップを手に入れたな。え、格好にツッコミなし。マップをよく見な。強い。光っている印が真珠バ・ルーダニアを制御する端末だ。オッケーオッケー。ルーダニアを取り戻すためには制御端末を全部起動させなきゃいけねえ。いけねえ。託したぜ相棒。テテレテテテンテンテンテテンテンテンテテンテンテンテテレテ。明るくなった。え、どこ、ここ、この先はないよね。今だいぶどこにいる。だいぶお尻にいる。一番近いのは右足後ろ足って感じ。こっち側だね。え、これ何。目玉ある。目玉は本当に先に壊しとかないと痛い目見る。あ、え、これなんか角度、これあれじゃね、あれじゃん、あれだから。あ、足選べんのなんか2つだぞ。これやっちゃうと、うわ、こういう系。またマジかよ。凋落じゃんこれ。凋落すぎてウケる。うわー、でも角度変える系きついんだよ。感覚おかしくなるね。これ制御端末はあと4個。早いな。その調子だ相棒。射的や感すごくね。あと4個、あと4個。え、これどういうポーズ。外から見たい、これ俺。外からこれすごい見たい。カーチェイスすぎるっしょ。戻すか、こっちに傾けるかって話か。2パターンでーす。じゃあ次は、左後ろ足ね。曲すごいいい感じ。どっち行けばいいんだろう。向こうかな。とりあえず曲がすごいいいってことだけ俺は伝えたい。今日は集まってくれてありがとう。この曲がいいってことをみんなに伝えたい。ビン・ディーゼルだ。ビン・ディーゼルだ。あ、玉入れがある。玉入れが左後ろ足だね。ここに扉がある。なんかこれ転がってくる挙動じゃない？見えた。行くぜ。外にも出れそう。何？貴様見ているな。これは壊すことによって景観が良くなる。これ取り手、これ横から開けれると思う人。はい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 。過半数により取る。取れない。過半数かっこ荒い。とりあえずボール。貴様見ているな。なんか最近この目玉を壊すゲームになってきてない？謎解きが。
絶対この先にボールがあっち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 っ燃えるな今日はよく。やっぱダメなんだ。室内は涼しいんだな。冷房完備。切る。なんか燃えてない？他に何が燃えてる？あ、松明か。松明勝手に燃え出したらすげえ困るな。ここ登れるんだ。気持ち登れるけどこれ以上いけない。なんで？なんで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 ？あれでもこっちに道続いてるぞ。分かった、謎が解けた。今倒れたことによって謎が解けた。こうするんだ。おおおお、ボールあったー。うわ、たい、え、うわ、もうここに持ってこなくちゃいけないの松明。弓矢とかじゃないよね雰囲気。痛いっす自分。強えこれ。ズンズン。ここら辺で湧き出てきてない？なんかあいつら、あいつに邪魔されてさ失敗するのはしょうもないよな。やっとこう。神プレイ見せちゃいます。というのは置いといて、あれあれおかしいな。てん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 オーシャンズイレブンって感じ。てん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 。ルパンザサード。あれルパンザサードがなんかミッションインポッシブルで出てこない。やべえ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 。シーモがすごいちらつく。シーモがすごいちらつく今日。ルパンザサード。出てこない。相棒が出てくる。ルパンザサードを思い浮かべると相棒が出てくる。てめえどっから、どこ中だよ。どこ中？強い。どこ中っすか先輩。先輩パイセン、パイセン。あ、待って、俺さこのまま倒したらやばくない？マグネットで誘導するわけではなく、え、このまま倒したらやばいと思う。やばくなかった。なんで曲こんな焦らせる？さあこの流しそうめんの図を見ていこう。転がってきてる、転がってきてる、転がってきてる。さあどうなる、さあどうなる。うわ、急に急に急に冷めた。ピタゴラスイッチ。あらやだ奥さん、これ下だよね。とりあえず行く。下でした。もうなんか収納されてんじゃん。未来のお墓みたい。これ3つ目？ん？ 2 つ目か。カットしちゃった今。悪気はなかった。帰れなくなーい。帰れなくなーい。傾いたとこで帰れる？すげえ帰れる。あそこなんか怪しい。こっちなんかある？あ、これ左前。足、違う。ん？わからん。別にもう足の例えはいいわ。これは燃やさないといけないんですね。どうやって燃やすか。あれこれずっと火ついてる。てん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 。うおうおう、スローモーションここ。うおうおうおう。よし、これしまっても、あ、消えた。なんで火ついて、あ、外出たからずっと火ついてたのか。外出たからずっと火ついてたのか。重い。これハンターしか開けられない。これ簡単すぎない？ハンターレベル100だから開けられた。残りの制御端末はあと2個。ちょろくない？閉まる閉まる閉まる。挟まりたい。閉まらないかーい。
ルネサンス。頭の方行く？頭の方先かな。いや、これ尻尾か。自動着火。この先なんだよな。いや、通り過ぎてる。この下か？下だ。どうやって行くんだろう。外側から入るとかはないから危ないね。危ないね。危ない。乱数調整。乱数調整。諦めない心の大切さをみんなに教えたかった俺は。下もなんか大丈夫そうだったけどね。ここのどっか下降りれるとこないのかな。この軸なんだよな。この軸。そう、まさにここ。何この穴。エロい。わかった。こうですね。弓矢を構えます。そして、そして、構えて、これを、使っちゃいます。てれれれれれれれ。あ、消えちゃった、弓矢。ここで、すーごいね、してる。何これ。アンノーン？他なんもないの？あ、この星座がなんか意味ありそう。違いそう。とりあえず触れるかチェックで。うん、なるほど。なるほどね。向こうに行けるようになってるってのは確かだな、これは。これなんだと思う？同じマーク2つあります。これじゃね。お前だけ行くんじゃねえよー。なんでだよ。裏切り者あいつ、裏切り者だあいつは。戻ってきやがれ。傾けを忘れてた。傾けることによって はい、ジェイソン。てめえ、いい加減にしろ、マジで。お前なんか頼んねえよ。俺がバカだったよ。俺が夢を追いかけるなんて言ったけど、俺がバカだったよ。ここにも宝箱ある。宝箱さんならいけんじゃないか。あ、これ鉄じゃないのか。あざーす。これ持ち上げらんないよね。持ち上げられると思うけど、持ち上げらんないよね。はあ。はあ。行くよー。これも、これは関係ないんだよね。このかっこいいの。かっこいいだけー。こっちの方とか全然見てないけど、なんもないもんだね。で、トサカに行きたいんだけど、あ、ここら辺でもなんか気配あるな。これ左に一回傾けるか。怖っ。外怖っ。え、怖い怖い怖い。ようようよう。酔っちゃう酔っちゃう。あ、すげえかっこいい。ここ登れるようになってね。どっから？やめて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 。早い早い。まあ、やっとここに来れたわけですね。トサカに登りたいんだけど、これか。こっから行けっかな。どっかから湧いてんだよ。ババンババンバンバン。絶対こっちから行けないと思う。ほら。え？行けるの？あそこ登るには傾けないとダメじゃね？いたか。ここは傾けないと登れない。やめなさい。傾いた時にどうムーブするかだな。あぶな、焦り。そこにも目玉がある。しまって。ん？どこだ。え、真裏は無理じゃない？
あ、ここにあるのか。上が下、これでこれで OK じゃね。あぶねー、あと1個か。最後なんだよあれ。最後 S 級に難しい。残りの制御端末はあと1個、あと1個だ、あと1個だよ。最後難しすぎて受ける。でも謎解きのさ、解除方法がこんな遠くにあるとは思えない。そう思いませんか。ここでの謎解きはここで。眩しいな。ここの同じなのが気になるんだよな。風？ゼルダ？違う。考えろ、頭を使え。今日はなるほど、これは悪意、これは悪意って感じ。え、でもでもって感じじゃない。横か、ここで横にすんのか。ボールさん、ここに来て協力的。ボールが、ボールすごいことになってる。ボール吐き出されてった。テテ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 ン。危なかったー。制御端末はこれで全部だ。メイン制御装置を起動させられるようになったぜ。 OK。 マップをよく見な。新しく光っている大きな印があるはずだ。上ね。そこへ向かえ。了解。気を抜くなよ。了解。ボス戦か。気合入れていこう。炎はちょっと嫌だな。つか下穴開いてんのが嫌なんだけど。ここ不安要素1、下に穴が開いてる。その2、溶岩が怖い。あ、裏に出るんだ。下塞がった。まさか。まぶしいまぶしい。そういう武器ね、筋肉系ね。火山弾とか飛ばしてきそうだけどね。炎のカースガノン。はーい、はーい。どうする、どうする。そいつはガノンが作った化け物だ。してるよ。100年前、俺は不覚を取っちまったが。お前ら不覚取られすぎだろ。それならきっと。さあ、やっちまいな、相棒。若せな。奴の体験に気をつけな。すごい効くじゃん。体験に気をつけるのね。すごい効かない。今だ、一気に行こうぜ。一気に行ってる、ずっと一気に行ってる。よけなかった。ちょっと体験以外に気をつけるとこあるじゃん。言って言って。それ初見じゃないならめっちゃこれ効く。熱っ。早っ。この弓矢強っ。第二形態か。まとっちゃう？かっけえ。うわ、シールド付き？それきつくない？隠れる場所ないんだよな、今回。なんか溜めてるから走ろう。え？え？なんすか？見えない見えない見えない。この席最悪。見えない。当たんないでしょ、ここにいれば。なんか来てる。大爆発しちゃう、あれ。逃げるぞ。うわ、あぶね、あぶね。やっぱりね、ああいう遅い弾は大爆発するんだよ、経験上。経験が生きた。あれは破れるのか。爆弾かな。
なんか吸い込んでる気はすんだよな。跳ね返せない、跳ね返せないよね、さすがに。撃ってみるぞ。浄化はできたわ。あのシールドを壊さない限り我らに勝機はないぞ。早めに撃ってみるか。なんか吸い取ってんだよな。ちょっと待って、ね、普通の弓矢にする。爆弾はやばいな。やっぱそうだな。あれなんか吸い取ってるな。爆弾がよ、あいつからポロリしたぞ。そうか、やはりそうなのか。マスターソードをお食らいなさい。いいね。もう置いとく。あれシールドない、マジで言ってよ。おらおらおら、動きやがった。シールド貼るか。また早い早い強い、弓矢が強い。やはり弱点攻撃は最強だな。眩しい、いつも眩しい。いやでもさ、やっぱ弓矢がいっぱい発射されるってやばいよね。火属性に氷とかさ、逆もそうだけど、やばい話だぜ。マスターソードより氷の弓矢のがダメージが食らってたって話は絶対にコメントで書いちゃダメだよ。頑張ってこれ手に入れたんだから、このマスターソード絶対にそんなことは言っちゃダメ。ガノンには一番効きそうだけどね、このマスターソード。そう願いたい。やめるやめる。いろ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 今回はスムースだったな。スムーズクリミナルって感じ。テケテケテンテンテケテンテンテケテンテンテテン。ちょっと感動する準備しとこう。やったな相棒、久しぶり。ハグ、トトロっていうのね、ダルケル。おめえのおかげで俺の魂も解放された。あ、同じ胸のやつつけてる、ユンボーと同じやつだ。しかし面目ねえ、俺はハイラルを守ることもできずやられちまって。許さん。あげく、おめえにえらい苦労をかけてよ。あ、でもちゃんと汲み取ってくれんね。でもよ、ルーダニアもこの通り取り戻せただな。これで100年前の仕事だけはきっちり果たせそうだ。頼むよ。俺はこれからこいつを動かしてガノンの野郎を狙いに行くぜ。オッケー。おめえがあの城で奴と戦うとき、すげえ一発を打ち込んでやる。オッケーオッケー、頼むよ。俺の力、ダルケルの守りをおめえにやるよ。マジで魂になった今の俺にはもう使えねえからな。役立ててくれ。危ない。くそ、何、どうなっちゃう、ダルケルってどうなっちゃう。シールドか、やっぱりシールド。ちょっと燃えたけど、すげえ。え、これ使う、使う、これ。忘れるなよ。忘れるかも。これこれからのおめえには俺の守りの力が共にあるってことをな。分かったぜ。じゃあ行きな相棒、姫さんを頼んだぜ。任せな。じゃあな、ダルケル。眩しい。
眩しい、眩しいよ、ずっとローディングって感じ。これで噴火も落ち着くだろうな。かっこいいんで、いつも何回でも見れる。ヒュー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 、青くなってんね、ちゃんと。いいね。ああ、もう3つ終わらせてくから、3つもうここに映ってんね、線が全方向からこう集中砲火。あ、ユンボー見てる。え、今ユンボーの方見た。ちょっと、見てろよって言わんばかりの。よーし、これでいい。いつでもガノンの野郎に一発かませるぜ。リンクが奴と戦うとき、このルーダニアのどでかい一撃をガノンにお見舞いするって寸法だ。分かったぜ。100年ぶりのハイラルか。悪かねえ景色だ。どうやら我がふるさとも健在みてえだな。いい感じだぜ。大厄災の後、ゴロン族はどうなったかね。100年経ってっかんね。無事で元気ならいいんだが。うつ見えんじゃない？あ、見えた見えた、目があった。はぁ、本当に悪かねえ景色だ。うん、感動的。怖い、感動的。おそろだ、おそろ。よかったね。嬉しそう。唯一対面だね、おそらく。会おうと思えば会えそうだけどね、みんなも頑張れば。ユンボー置いてきちゃった。LZ 敵の攻撃を受けると自動で弾けるんだ。なに、なに、リンク、なに、ありがとう。あなたのおかげで全ての神獣と英傑たちの魂が解放されました。だな。彼らは待っているでしょう。あなたがハイラル城でガノンと戦う時を。おう。そして私も待っています。おう。何時に？あ、クリアになった。クリアになった。これがインパに報告しに行こう。誰だっけインパって。もう覚えてない。やばやば、これ弾きたい時とかどうすんの。それはそれ、ダルキル様を見た、見てたね。幻じゃねえあれは。あのホログラムってやつ、これドローンとかあるからね。あ、連れてこいって言われたんだ。やだ、帰る帰る。歩いた方がいいんじゃないか、その移動より。なんか今回ゴロンさ、そんな転がってないよね。ゼルダ俺さ、ほとんどやったことないんだけどさ、転がるイメージ強いけど2回くらいしか転がってんの見てない。飛ばされてるって感じだよね今回。感謝してくれ。あんたすげえな、ブルドーとユンボなんだな。腰痛も治ったんだ。潰しに行こうと思ってた矢先に。よう、じゃあもう一回そのわ、なんか戦闘モードにしとくから行く。俺が仮病を使ったみたいじゃねえか、かわいそう。うん、ユンボーもどことなくしっかりやったっつってんな。かっけ、
おとなしくなってんのかあれは。やっちゃってっけどね。ビーム吐いちゃってっけどね。24時間。あ、また採掘できるんだ。いいね。なんか霊くれんの？家の中にある宝を持ってってくれ。オッケー。オッケー、オッケー。あ、それ俺です。それ僕なんすよ。最後まで気づかないんだなこいつらは。言おうぜ。筋肉すごい。今更だけど自分で描いたでしょこの筋肉。お、立体感ある。ある。すいませんでした。のんびり過ごすってよ。あれ、こんなのあったっけ。全然見てなかった自分。克服ね。ハート増やそっかな。勘弁してください。もうえ60か。でもこれ両手剣でしょ多分。両手か。どれぐらいダメージ入るんだろう。やば、やばいな。こっちは60。やば。あ、これ攻撃中もガード入れられんだ。意味のない、意味のないガードだったな。強すぎない？でもこれあっちゅう間だな。あっちゅう間すぎるな。さすがだな。うめ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 。これ2,3000ルピーだぞこれで。やば、やばすぎだろこれ。ここやばいな。これで2,3000ルピー。